こんにちは、あやなすです。モザイクアーク代表、杉浦です。今回はですね、はい、私のアナウンサー就活の体験談をお話します。密かにアナウンサー就活してたんだね。はい、そうです。夏のインターンですかね、はい、に何とか、はい、参加してきました。普通のインターンと違うところ、違う、そうですね、なんか結構違くて普通はオンラインのインターンだと会社説明なのかなって思うんですけど、うん、まあそうだよ、まず自分たちの、ね、会社の説明があったりとか、よくあるのは業界の説明があったりとか、うん、そういうのがあると思うんですけど、はい、アナウンサーの場合も一緒、それもあるんですけど、はい、特別なのがあって、はい、それが何かというと結構個別で面談をすることになります。いきなり、はい、へあの書類選考通った人たちのインターンシップでまずなるんですけど、あ、ちょっと待って、まずそのフローで行くと、はい、スタートがまず、スタートが書類選考があります。書類選考なんだね、はいはい、そこで結構絞られている感じがしました。なるほど、はい、でその書類選考があった後に、インターンシップという名のセミナーがあります、はい、セミナーというと、うん、なんか教えてもらえるのかなって思うじゃないですか、うん、実際は面接でした。面接とか、あとは1対1でお話を聞けるとか、インタビューするみたいな個別の何かですね、はい、でそこで、まあ、アナウンサー志望なので原稿読みをしたりとか、うん、1対1で自己 PR をしてくださいとか、質疑応答に軽く答えたりとか、それがさっき言ってたいわゆるオンラインでのセミナーというのが、うん、もう始まった途端にいきなりじゃあ1対1の個別の面談が始まっちゃう。あ、会社説明もあります、うんうん、1対1でいきなり始まるところもありました。はい、そういったところもある、はい、で逆に会社説明があって、その後にグループに分かれてグループでアナウンサーに質問をしようみたいなものが開催されたところもあった。でさらにそこはさらに時間を置いて面談に臨みました。結局面談になる。結局面談なんだ、うん、はい、最初の方もいきなり面談だったところなんですか。はい、これってもう最初から面談ですよっていう連絡が来るんですか。あ、そうです。あ、一応じゃあ気持ち的なこう準備はできてます。あ、なるほど、はい、いや、言ってみたら自分一人でしかも相手一人でみたいなことではないってことですね。あ、ことではないです。はい、まあ、いずれにしてもじゃあ個別になりました、はい、そこでの会話ってなんかどんな会話が行われるの。現役のアナウンサーにお話を聞けるタイプ、うんうんうん、と面接っぽいタイプがまずあります。でお話を聞く方はなんかこっちからアナウンサーの仕事についてとか、どういう気持ちでアナウンサーしてますかとか、うん、就活の時どうでしたかとか、そういうリアルな会話をするものですね、うんうんうん、はい、はい、で面接の方は普通に面接って感じで、まず原稿を読んでくださいでチェックされて、で質疑応答って感じ。へえ、まあ、こんな感じなんだってめっちゃびっくりしますね。普通になんでアナウンサーになろうと思ったのとか、そういうの聞かれる。あ、そこまではならないです。どのあたり、どの地域での就職を考えたんですかとか。あ、うん、なるほど。もうちょっとじゃあちょっとライトな質問が、うん、はい、うん、なのでその中身を見て見られてるっていうよりも、うん、ちゃんと受け答えができるかとか、うん、声がいいかとか、うん、動画映えするかとかを見られてるような気がしました。なるほど、うん、もうインターンじゃないよねそう、インターンじゃないんですよ。でですね、なんか、はあ、インターン、普通のインターンだとあんまりないのかなって思うんですけど、うん、そのセミナーという名のインターンの後に上級セミナーっていうのがあるんですね、うん、特にキー局とかだと、はあ、はい、セミナーの中から、まあ、おそらく印象の良かったとか、まあ、良かった成績、優秀だった人が残れる、はい、選ばれるものなんですけど、うん、そこに行くとなんかどっかの局にのどっかの局のアナウンサーにはなれるらしいです、結果的に。おー、なるほどね。そう、結果的にね、優秀ってことだから。はは、そうそうそう、もうセミナーという名の、まあ、個別面談があって、はい、局によってはその後、うん、まあ、ある種の二次選考的な何かが用意されていて、はい、でそこを通過するとようやく内々ってぽいのが待っているという感じなんですね。そう、うん、インターンじゃないよね。もう夏の3年生の春とか夏の時点から就活が始まってるんだなっていう風に感じました。すごいとこだなって思いましたね。特殊だね。特殊ですね。
あやなさんもだって受けてみなきゃ分かんなかったでしょ。本当にそうです、面白かったです。そうじゃない、貴重な経験だよね、はい、で、あやなさんはアナウンサーになるの？分かんないもしかしたら再来年にはなってるかもしれないです。確かにね、はい、これから、これからです。そうです、これから楽しみに、はい、深いな。めちゃめちゃ勝負の世界。いや、本当そうだよね。全国大会みたいな。決勝まで残るのが大変だよね。そうですね。もうこれで、受かる人が、キー局でも最多3年とかそんなもんだと思います。それだよね。うん、で、毎年取らない曲とかもあるし。確かに。確かに。うん。ということで。なるほど。今回は、アナウンサー就活のインターンシップについて。はい。貴重な情報でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あやなさんの潜入レポではないですけど、はい、経験が真面目にね、はい、ね、はい、ありがとうございました。はい、こんな風に新潟就活チャンネルではこれからも就活生の皆さんに役立つ情報をお伝えしていきます。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。バイバイ。